一応。そうなってほしいね。そうなってほしいですね。マジかよ。こちらですね。トッシー。あ、いいよ。こちらね、新しい実況対象とする予定のゲーム、ドールズオーダーでございます。はい。はい。ドールズオーダーでございます。オーダーでございます。で、まあ、どんなゲームかっていうのは、とりあえず、今はさておき、ガチャですよ。まず、リセマラ用のガチャですよ。これリセマラ動画になる可能性があるからね、これワンチャン。リセマラ。リセマラのわかんないけど。はい、こっちと。ちなみに、星5のキャラクターの確率は確か 3% でございます。あ、割と多いね、でもそう聞くと。そう、割と高い。で、今もう押しました。10連を。えつ可愛いねこれ。あ、これは多分プラグインかな。これはなんかすげえしょぼそうなの。主を、あ、主を守れ。プラグイン右が、ああ、主を守れが出た。あ、これ一個一個やんな、これ。そうそうそう、びっくりした。これ一回の演出で終わると思った。おお、え、誰、あれ、これ、え、ランスロットの星章が出ましたね。おお、おめでとう。で、あ、これ左だからプラグインかな。プラグインですね。ランスロットはね、FGO で言う冷凍的なやつですね。あ、ランスロットめっちゃかっこよかったね。今チラッと出たけど、ランスロットめっちゃかっこいい。めっちゃイケメンやん。ネルコは育つ。なんだこの概念冷蔵。ネルコは育つ。ネルコは育つ。で、これはまた左か。あと一人ぐらい来てほしいな、キャラは。ちょっとできれば。これ何？星5が？星5であれば一番嬉しい。頼れる味方。お、右だ。あー、確定室をね、見せたいんですけどね。確定室何？お楽しみ？お楽しみした方がいいかな。見えるか知らねえ。で、こいつは誰だ？あー、トリスさんだ。でも見た瞬間、星5来たってわかる。あー。あー、で、左か。長えな。ガチャの演出長えな、このゲーム。長いよ。でも、可愛いんだよ。リアリティポップがポップアップするって言ったのに、うん、なんか、小人が増えてくるじゃん。ね。あれ、可愛くね。自信の構え。お、右、また右来たぞ。右は嬉しいな、とりあえず。あー、いや、これは微妙だな。ランスロットはまだね、あったんだよ。なんか金色っぽい枠の表現が。そうそうそう。あー、モードレット来た。お、また右か？お、いいね。キャラ出るね、割と。え、マジ？星5じゃない。ユウェインさん、すでにドール、これなんかすでにドールを所持済みのため UWN メガチップに変わりましたって、これどういうこと？ユウェイン用の確定チップで。ああね、なるほど。確定用で。そう。で、これレアリティ違っても同じユウェインだったら使えるよ。へえ。じゃあ取っといた方がいいんだ。まあ取っといた方がいいですね。まあ別に使っちゃうの。片付けは手早く。さあ、キャラ来たぞ。はい。演出。あ、ダメだ。これ、絶対赤いやつや。お、またランスロット来たぞ。これ、あ、3のランスロットと4のランスロットがこれ。よかったよ。ランスロット艦隊がいずれできるかもしれない。ランスロット艦隊。モンストだけで十分だわ、そんな。お、あれ、あ、なんかプラグインでレアっぽいの出たぞ。なんか背景が開き光ってる。3回入
背景光ってんのに3回こいつ。なんか輝け底力っての出たんだけど、これ3回。はい、とりあえず星4のランスロットが1体出ただけで当たりかな、これは当たり。まあ星4のキャラクター出れば当たりでしょう。で、あと1回だけチケットがありますと、こっちと。単発はおすすめしないぞ。あ、おすすめしない？じゃあいいや。あの10連が11連だから。ああね、なるほど。え、でも違う、あのこれだってガチャチケットも10連でできるの？ガチャメモリー。うん。報酬を手に入れましょう。10連だ。ああ、これも10連のあれができるか。うん。はいはいはい。あ、もしかしたら、あ、黄色のやつは回ってないか。黄色のやつ？黄色はあれもう期間過ぎ。あれは期間過ぎ。だって俺らですら、完璧もらえて、うん、そうだね。ということで、お疲れ様です。今回の動画ここら辺になります。リスマラするかもしれないけど。何？リスマラするかもしれないけど。リスマラするかな、わかんねえ。俺リスマラ嫌いだもん、基本。そうだね。じゃあまた次の機会があればドールゾーンやっていきたいと思います。やっていきたいと思います。バイバイ。次の動画でお会いしましょう。